ブギウギ第20週、ワテカテ必死屋を振り返る。俳優、趣貴里が主演を務める NHK 連続テレビ小説、ブギウギ、月度前8時総合土曜日は1週間の振り返り、月、品前7時30分 BS4KBS プレミアムの第20週、ワテカテ必死屋の各回あらすじを振り返る。第92回のあらすじ。昭和23年、羽鳥義和、草薙剛が鈴子、趣貴里に送った東京ブギウギは明るいブギのリズムが人々の心をつかみ空前の大ヒットとなる。山下、近藤義正はブギの女王の次の一手が大切だと考えるが、羽鳥は忙しくなかなか新曲に取り掛かることができないでいた。そんなある日、鈴子は芸能記者、鮫島巳之助の取材を受けることになる。しかし、この記事がきっかけで鈴子は大変なことに巻き込まれてしまう。第93回のあらすじ。有楽町の夜の女たちのリーダー、楽町の峰、田中麗奈が鈴子、趣貴里の楽屋に乗り込んでくる。鈴子が受けた芸能雑誌の取材の記事が気に食わないという。誤解だという鈴子だが、お峰は取り合わずに去ってしまう。山下、近藤義正は、この件にはこれ以上深入りしないようにと鈴子にアドバイスする。しかし、どうしても誤解されたままでは嫌だと、鈴子はお峰に会うため、有楽町のガード下に向かう。第94回のあらすじ。有楽町のガード下へとやってきた鈴子、趣貴里は、お峰、田中麗奈たちの住処へと連れて行かれる。鈴子は、誤解を解くために腹を割って話をしたいと伝える。一方、お峰は、立場が違うので理解し合えると思えないと反論する。ある日の帰り道、鈴子は顔見知りの靴磨きの少年が怪我をしている、ところに出くわす。少年を家まで送り届けると、そこにいたのは、鈴子の幼馴染、大使、藤間明子だった。第95回のあらすじ。鈴子、趣貴里は、靴磨きの少年、辰彦、青井昴に会いに行く。辰彦に、大使、藤間明子との思い出話をし、辰彦からは、大使の近況や、これまでの行き先を聞く。なんとか、大使の力になりたいと考える鈴子は、お峰、田中麗奈にある相談をすることにする。お峰の協力で、いつもより多くの売り上げを得た、辰彦だったが、大使は、お金を返してくるよう言う。見かねた鈴子は、大使の家の中に乗り込んでいく。第96回のあらすじ。鈴子、趣貴里は、大使、藤間明子と語り合う。夢を叶えた鈴子と、どん底にいる自分を比べると惨めで恥ずかしいという、大使だったが。一方、羽鳥義和、草薙剛は、作曲が思うように進まずに悩んでいた。そんな時、鈴子が新曲を早く作ってほしいとやってくる。鈴子から、お、峰、田中麗奈の話を聞いた羽鳥は、その瞬間、新曲をひらめく。鈴子の新境地、ジャングルブギー、圧巻のステージ。